はい、皆さんこんばんは。5月21日月曜日、第394回しゃべくりマッシュルの時間がやってまいりました。今日の松代はですね、朝からやっぱりあったかいですね。昨日まではですね、雨が降ったりという形はありましたけれども、今日一日あったかい今日の松代でございます。さて今日のゲストをご紹介いたしますけれど、今回松代地区のですね、観光関係者の集まりで作る長野四季の彩りキャンペーン実行委員会の松代作業部会長であります松代宮坂酒造店の社長の山本和之さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。今回ですね、今回も言いましたけど彩りキャンペーンの中で、六門号っていうのありますよね、はい。この六門号についてですね、ちょっと説明していただければありがたいなというふうに思います。まあ、その前に、宮坂酒造店さんのですね、場所をちょっとね確認しますね。町歩きセンターって今ここにいます。はい、今あれですね、マッスルテレビ局の事務局でもあるんですけども、これからですね西の方へこれ行っていただくと郵便局があります。それを通り越すと信号一つだけここにあるんですが、この信号のねちょうど左側っていうんですかね、信号のところに宮坂酒造店がございます。でここをずっと降りていき、左を折れ曲がると、造山記念館であったり造山神社であったり、今ね、造山地下壕なんていうところがございます。そんなところでございますんで、近くに行っていただいたらお酒もいっぱい売ってますよっていうので、寄っていただければいいかなというふうに思います。でちょっと宮坂酒造さんのね、説明っていうかねパンフレットありますんで、ちょっと説明お願いできますか。はい、はい。創業家の宮坂から数えて私で7代目になろうかという酒屋でございますけれども、はい。最近では県外からいらっしゃった観光のお客様に、はい、松代町内のいろんな歴史遺産それから文化財をご案内して後に、はい、酒屋に寄っていただきまして、はい、地酒をお土産としてお買い求めいただこうというふうに、している酒屋でございます。なるほどね。まあこういった造山地下壕もあったりとかね、松代城行ってみたりとかね、造山神社も行くよっていう形ですね。はい、はい。でそこ行ったら、無料の新酒をくれるっていうんだよね、はい、飲んでくださいっていうんですね。たくさん飲んでいただいて、飲んでいただいて、はいはい、酔った勢いで買っていただきたいっていう形ですね。はい、そうです。はい、そうしましたらですね、このキャンペーンのね内容的なものちょっとなんかいろいろとあるのでね、ちょっと説明していただいていいですか。はい、わかりました。どれからいきましょうか。はい、それではまずこの四季の彩りキャンペーンの、内容なんですけれども、ね、あ、そうですね、はい、おっしゃっていただいて、はい、まず長野市内で、この度3つのブロックに分かれて、はい、戸隠部会、長野市街地部会、はい、そしてこの松代作業部会と3つに分かれております。はい、その3つに分かれた各ブロックで、はい、経済発生するような何か観光素材を、作りなさいという長野市からの、指示が出まして、はいはい、それに対しまして、各部会があるミッションをそれぞれが作り上げているというものでございます。うんうん、でこの長野作業部会では、はい、今回この六門号という、ね、はいはい、企画を、はい、実に構想1年かかっております。1年かかりました。はいはい、1年越し の企画でございまして、今年の平成30年度4月の1日からスタートいたしまして、このあと、4年間今度の善光寺の御開帳の終わったある年ですね、の翌年の3月まで。じゃあ御開帳も入る。入ります。あ、そうか。はい、それが長丁場だ。長丁場ですね。まだまだ4年弱続くものですけど、ね、まさに始まったばかりの、あ、そういうこと、はい、ものでございます。新鮮そのものだね。はい、はい、で、あとこの中ちょっと説明の中で、はい、どういうふうにしましょう。はい、どうすればこれに参加できるのかということなんですけど、2つございます。はい、まず1つは、これは県外のお客様向きのものではあろうかと思うんですが、長野市内にお泊まりいただくと、最初にまずこの台紙がもらえます。最初にこの寛永通報が1枚入っておりまして、 あと5つ集めると、真田六門線が出来上がるという仕掛けになっています。なるほどね。人間の心理状態から言って1問入ってると、あと5問集めたいなという気持ちになるんですよ。はい、そこでこれを集める方法といたしまして、こちらの資料にございます。これですね。これですね。はい、長野市内に27箇所の店舗と今回契約いたしております。はい、これ来年度からもっと増える計画ではあるんですが、今年平成30年度は27店舗でスタートしております。はい、各店舗さんに行きますと、それぞれの店舗でオリジナルの条件がございまして、はい、その条件を果たしていただくと、はい、この一門線がいただけるという仕組みになっております。ちなみに、宮坂さん、はい、これは私どもでは真田十万石という720ミリのお酒を1本買っていただくと1645円購入、はい、というかだよね。はい、これを買っていただくと一門線が、
プレゼントされるということですね。なるほどね、はい、各お店だけどみんな違いますもんね。違うんですよ、はい、うん、いろんな1500円以上だとかね。そうです、うん、また3000円というのもありますね。そういうところもありますね。いろんなのあり、あ、2000円というところもありますね、はい、うん、いろいろとそのお店によって違うっていう。そうなんです。なるほどね、はい、それで、これをですね、うん、携帯の中に、うん、アプリをインストールしていただいてですね、うん、この 裏面にこれ映っていいかな、うん、じゃあ、はい、これでいいよ、映っていただいて、うん、はい、うん、この携帯の裏面にですね、あ、ごめんなさい、これが入ってますね、はい、QR コードありますね、ありますね、これを携帯に吸引していただくと、うん、皆さん方の携帯にアプリが自動的に入ります、うん、それを持ちながら街歩きをしていただくと、うん、おのずと近くに行くと、うん、そのお店のボタンを押すポイントが出てきますので、うん、それをこうしていただくと、うん、そのお店の条件、それからその時の松代のさまざまないろんなトピックスが現れる仕組みになっております。あ、そうですか、はい、これが一つ目の入れ方、うん、それから地元の方々がこちらに参加するためには、はいはいはい、長野市に泊まっておりませんので、うん、このパスケースを先にもらうことができません。できません。そこでどうするかと言いますと、はい、この各店舗さんに直接行っていただいて、うんうん、一問線を先に集めてください。これを。そうなんです。だから要はここのいろんなお店へ行っていろんなものを買っていただいて、これ一つもらうこと、はい、そういうことです。うん、はい、それで長野市民そして松代町民であれば、うん、六問線のマークのケースを必ず一家に一つぐらいは持ってていただかないと、うん、あ、なるほど、はい、じゃあこれをね。そうです、こういうことね、はい、ということですね、はいはい、ですからこれをですね、うん、作っていただくために、うん、まずこの一問線を先に6枚集めていただいて、うん、それで松代の中ほどにございます、うん、松代観光案内所、観光案内所へ、はいはい、お持ちください。はい、そうしますと、はい、ご苦労様でしたということで、はい、先ほどとはちょっと違います。このパスケースですね、うん、このパスケースの一問線が入っていない、いない6つの穴の開いたこのケースをもらえる、無料で差し上げます。あ、なるほど、はい、そこに集めた一問線を貼っていただいて、はい、六問線のマークを完成させていただこうというものです、うん、なるほど、はい、それともう一つ、うん、プレゼントがありましたね。あ、ここね、はい、ここに6つの穴が開いてます。あ、開いてますね。これですね、はい、松代町内そして真田家にゆかりのあるお寺さん、うん、はいはい、ありますね。それから神社、はいはい、歩き回っていただきますと、うんうんうん、ここにも真ん中に穴が開いた、あ、ありますね、一門線のオリジナルスタンプが、はいはい、各お寺さん、ね、神社に置かれておりますので、うん、これを探していただいて、うん、ご自身の手でここに押して、はい、ご自身のオリジナルのご利益をいただいた上で、うんうん、この六門線を完成させていただければもっと面白いかなと。街の中をたくさんの方が歩いていただけるかなと。そうするとこれをやって集めて、でこれもこうやって集めて、はい、っていう形。そうです。なるほど、はい、まさにオリジナルのご自身だけの、うんうん、はい、六門線が完成するというものです、うん、なるほどね、はい、で完成しましたら、うん、その中の観光案内所で、うん、こんなプレゼントもつきます。何でしょうこれ。これ携帯のクリーナーなんです。うん、私もだいぶ使い込んでおりますので、うん、あ、本当だ、こんな風にこれ去年のサラダ丸の携帯クリーナーもついてますけど、ね、はい、あ、この下のやつだね。そうです、そうです、はい、これをですね、うん、こんな風に取っていただくとですね、うん、これ何回でもくっつくんですよ。こうやって拭いていただいてね、はいはいはい、画面を拭いていただいて、うん、はい、てそれで後ろにくっつけとく。これペタッとつって、ああ何回でも OK。 これ何回でもくっつくんですよ。これ不思議なノリがついてました。何回を剥げるし何回でもくっつく。あ、そうですか、はい、それがもらえると。これもらえるということですね。あ、なるほどね、はい、なんかその他になんか別にあるとかって言ってたね、はい、ダブルプレゼントがありましてね、うん、はい、6枚集めていただきましたら、うん、この観光案内所で、うん、はい、はがきがもらえます、うん、アンケートに3問答えていただいて応募していただきますと、うん、翌年の3月の30日に抽選会がありまして、うん、長野市内の宿泊券が当たるダブルチャンスの抽選会があります、あ、そう、はい、今年度は、6名様3組、うん、はい、プレゼントさせていただきますので、うん、ぜひ6枚完成させてこれ応募してください。なるほど。さらにこれはいつまでっていうことを、毎年3月の30日までに、あ、そういうことね、はい、出していただいた分に関しては30日に抽選いたします、うん、あ、なるほどね。また来年度はまたちょっと規模が大きくなるという予定でございますので、うん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 、またプレゼントを買いたいと思います。なるほど、はい、参加者が増えるっていうことです。でこちらにちょっとまた別のプレゼントもあるんですが、うんうん、これはですね、うん、県外からいらっしゃった方々が例えば2人で長野市にお泊まりいただいて、うん、このパスケース2枚作ってしまったと、うん、はい、うん、奥様と旦那さんと2枚集めてしまったんで、そんなにいらないよいらないよっていう方が、あ、そういう方もいるからね、はい、
はい、そういう方がですね、うん、中にちゃんとした本物のお金が入ってますので、うん、後の処分に困るわけなんですよ、うんうんうん、そこで、うん、もしお困りになるようであれば、うんうん、お返しくださいという意味を込めまして、うん、別のものと交換させてください、はい、ということで、そういうことなんですね、長野市のオリジナルピンバッジと、うん、それから、真田の六文銭入りの今治のタオルと交換します、うんうん、どっちかと交換、どっちかと交換する、はい、させていただきます。私ねちょっと勘違いしてたな、はい、そうしたら、はい、これをくれるっていうのは初めて聞いた。あ、そうです。俺こっちと交換してるんかな、はい、違ったんだよね、せっかく作った六文銭ですから、うん、お持ち帰りいただきたいんです、本当はね、本当はね、なるほど、ね、だけど一家で2つも3つもいらないので、いらないよ、はいはい、そういう方には、うん、これとも交換できるよというプレゼントになってます。あ、なるほどですね、はい、うん、まあ、大体 ある程度分かりましたけども、これはでもあれですかね、6万交換する、でその後、やるんだけど迷っちゃうねまあ私らも迷っちゃうけども、はい、ね、お客さんも迷っちゃうけど、はい、いろいろ聞かなきゃいけなくなっちゃうね。そうですね、うん、非常に内容複雑な、複雑なあれだね、ゲームですね、ゲームだね、はい、ゲームだから複雑なんか、そうなんです、その難しさもぜひ楽しんでいただいて、あ、そういうこと、はい、逆にね、で地元の方にこれどうすればいいのとか、うん、あと何すればいいのとかというようなことをですね、うん、たくさんこの旗が立ってるお店で入って、うん、実際に入っていただいて、うん、聞いてください、うん、そうするとね、うん、コミュニケーションも取れますし、あ、そういうことだね、はい、うん、いろんな人との触れ合いもできますので、それも楽しんでいただけると、うん、なるほどね、まあ、実際町歩きセンターでもね、来てね、はい、お一人かな、なんかやっぱ持ってってもらった、はい、そうですかあとは、まあ、あとこのね27軒の、はい、お店行って、買ってくださいよっていうね、いろいろと見てくださいよっていう話はして、まあ、そういう話ができるってやっぱりいいですね、はい、うん、やっぱりあの何ていうんですかね、一軒一軒もう持ち味があって、はい、いろんなのあるし、だからこれ見ると本当に蕎麦屋さん始まって、お菓子屋さん、パン屋さん、はい、酒屋さん、はい、ね、いろんなのありますね、いろんな種類の寿司屋さんもあったり、喫茶店もあるよ、はい、あ、ロイヤルホテルさんもあるわ、はい、ございます、あ、マッスルソンもあるね、はい、あ、うちの町歩きセンターもありますね、はい、日本町さんとこもあるんかな、ございます、あ、うどん屋さんありますね、あります、あります、だからこれも面白いですね、はい、日本町さんで1500円だって、うちと同じだわ、特別にこのためにあのメニューを作っていただいてるお店もありますし、あ、そうですか、はい、うん、あといくら以上あの食べてください、飲んでくださいっていうお店もあるようです、そうですね、はい、やっぱりいろんなありますね、3000円もあればね、2500円もあるしっていうので、はい、まあこれはまあ楽しみですね、はい、で今後この PR に関してなんですけれども、うんうんうん、まずあの地元ではですね、うん、皆さん方がこうやって口コミで、うん、あの面白いことやってるよ、うん、あとはあの旗何というふうに気になる方が、はいはい、そのお店の方に聞いていただいて、はい、こうルールをだんだんと把握していく、うん、またあの県外の方から、うん、まあ、外貨を獲得するという経済発生のこれは施策でもありますので、うん、やはり県外のお客様にはですね、うん、我々あの観光業界に従事している人間たちがですね、はいはい、あのそのネットワークを駆使いたしまして、あの全国の大手旅行会社10社、うん、それからさらに、一般の旅行会社様にもですね、うん、約2000件にこれを投げてるんだ、はい、PR といたしまして、チラシを発信しております、あ、ね、はい、じゃあこれから楽しみです ね、 そうですね、逆に言うとね、はい、これから始まったばっかだからね、まだこの六文銭のですね、うん、このパスケースを、うん、あのまだ発信してないホテルさんも長野市の中にたくさんありまして、あ、なるほど、はい、出し惜しみしている状況でございます。あ、なるほどね、はい、一番は今年の夏休みに、あ、そうかそうか、はい、イベント考えてるんだ、そうなんです、みんな親子連れで、うん、あの県外からいらっしゃってる方、はいはい、それから今度のお正月、うん、また来年の夏休みというふうに、うん、やはりお子様連れでファミリーで、うん、はい、このイベントに参加していただく方を目的とするために、うん、ちょっとあの、ホテルさんがこれを発信、旅行会社さんに発信する時期をですね、うん、今ちょっと待ってる状態ですね、調整してるんか、なるほどなるほど、ですから町内の中でもですね、うん、いろんな声がありまして、うん、まだ誰も来ないぞなんていう方も結構いらっしゃるんですけど、まだね、早すぎる、まだまだです、まだだって、はい、ね、始まったばっかり、はい、今ダムに水が溜まってる状態でございますから、だって私だってこれも知らないし初めて今日知ったそうなんですよ、ね、はい、だからまあもう少し浸透するにはもっと時間がいるよね、はい、そうですね、うん、はい、そうするとやっぱりだんだんといろんな人来られるという形になりますからね、はい、はい、それで、まあ、期間がさっきおっしゃったけど、来年じゃなくて次回の、はい、ご会長エコ柱やる前ですかね、あと34年です、ですかね、何年ぐらいかな、あと 3年かそこらあるかもしれないですね、はい、うん、じゃあそこまで一応それ年までやるってことは違うんだね、やりますし、そうだね、大変評判がいいので、うん、もしかするとこれからまた延長するかね、ずっと延長する可能性もありますなるほど、楽しみですね、はい、うん、でも最後のあれですけども、山本社長に聞きたいんですけど、今後のね、はい、まあ
まあ、自宅もそうですけど、はい、あの会社もそうだけど、はい、これ今後のこの、あれですね、このなんていうんだ、松代の観光業者の集まりではどういうふうに方々が考えているかなってちょっとお話しいただけると。そうですね、うん、今まで本当にこう松代の観光といいますとですね、はい、皆さん取り組んではおられるんですけれども、うんうん、なかなかそれがこう発信がですね、うん、されてなくて、うん、で結局長野っていう観光地に対して、うん、はいはい、有名になってしまうのがやはり善光寺、うん、まあそうだね、次が戸隠、うん、はいはい、松代はどうも3番手に、はい、甘んじているような状況なんですね。ですからそれをまあ実質その長野市内に泊まっていただくお客様、うん、それか、私どもといたしましてはちょっと遠く隣接 市町村の白馬、うん、それから志賀高原、はい、湯田中に、たくさんの観光温泉街がございますので、うん、こういったところともリンクして、はい、そちらに泊まっているお客さんも長野市内、うん、そして松代に、うん、来ていただけるように、うん、これからこう動線をですね、うん、確立いたしまして、うん、点でセールスするのではなく、うんうんうん、面で、うん、はい、セールスしていこうという、うん、そういう、まあ考えでございますね。なるほどね、はい、やっぱりそういう広域っていうのは絶対必要かもしれないですね。そうですね、まあ一人だけでは難しいってあれありますね、はいはい、分かりました、はい、まあ、今日お忙しい中ですね、おいでいただいてありがとうございました。まあ、これからもね、この六門五、はい、うまく活用できればいいかなというふうに思いますね。はい、はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、お酒だけが頭に残っちゃった、うん、お酒はね、いいんだよ、宮沢さん言ったらね、うん、死にいくらでも飲める、ね、うん、昨日もね、うん、長岡の人に、ね、見えてね、うん、宮沢さんが言ってね、お酒いっぱい飲んできちゃった、うん、でね、寺町商会来てね、うん、あれだって、ちょっとじゃあコーヒーでも飲もうかなって言ってね、うん、飲んでいってもらった、うん、あ、だ宮坂翔太言ってる、宮坂もいいよ。いや、俺ちょっともう、うん、どんどん飲んでも早く帰ってお酒飲みたいわ、うん、そう、はい、無料でいけるってぐらいいいよ、信じ、はい、してくださいよ、はい、と、はい、うん、はい、いうことでお知らせ、お知らせね、今の六門五、今、はい、どんどんやってますのでね、はい、少しでもね、いろんなお店へ入っていただいて、うん、まあ、どっちみち食べるんであればね、うんうんうん、なんていうの、食べたり、ね、飲んだり、ね、うん、それからあと買い物したりっていうのはね、あるので、まあ、日常生活に欠かせないところへ寄っていただいて、こういうのがもらえればいいですね。はい、そんな形で、まあいろんなところで27店舗やってますんでね、いろいろと話を聞いていただいて、はい、集めていただければいいかな。町の活性化にもなりますからね。はい、そんなことです。はい。はい。それでは来週は。来週はね、これがまたすごいんだ。八つ橋流奏曲っていうのはね、長野市ね、指定無形文化財になってるんだけどね、なんていうかね、おこと。真田信さんっていたじゃないですかね、知らない、知ってる、ね、あの方がね、やっていただいて、その後ね、伝承者っていうのは清水さん、うん、方がね、伝承されてるんですね、松代で、でその、うん、発表会もあるんですか、うん、発表会じゃない、発表会もね、あるですよ、発表会もあるのでね、その前にちょっとやっていただければいいかなっていうふうに思ってるんですけど、はい、はい、はい、あとはその八つ橋流講演会のね、八田光三さんも来ていただいて、こういうお話を聞こうという形でございます。はい、そんなことでよろしくお願いします。はい、来週もパーソナリティじゃん、うん、またね、ちょっとやらさせてもらいますね。はい、2週続けてありがとうございます。いえいえ、まあそんな形で、はい、これもね、影湯亭でね、練習されてるんですね。なんだっけ、白池の門の斜め前でね、はい、そういったところもね、やってますんでね、ぜひ参加いただければいいなと思いますね。はい、ね、うん、来週のしゃべくり祭りをどうぞお楽しみに。はい、お願いいたします。それそれそれ、松代、また見て。